おはようございます。シンパです。本日はですね、2019年11月某日、大阪府下の団地ですね、に来ております。お客様に特別な許可をいただきまして、家財整理、遺品整理かなの、作業風景の撮影をしていきたいと思います。空き家整理ということなんですけど、物量がすごい多いんで、こんな感じで朝一ミーティングをしてから作業をしていきます。本日は団地の、階段5階ということで、シンパシーの社員が4名、臨時スタッフが6名ということで作業していきます。はい、ということで作業入っていきます。現場の状況を一応撮影しましょうか。ちょっとカメラひっくり返します。失礼します。リビングですね。寝室かな、物をためておられた方ですね。はい、と。こういう感じでやっていきますか。何年ぐらい？ここですか？ここは何年？私が高校生ぐらいなんで30年ぐらい。ああ、そうです。結構でも。タバコも吸ってなかった感じ。そうですね。いろんなものが溜まってるにしても。すごい何でも取ってたから、領収書とかなんかこう紙とか箱とかね、ペットボトルとか。何十年前の年賀状とかね。そう、なんか全然あるのにね、いっぱい取ってたから。はい、作業中ですが状況を移していきます。キッチンですね。キッチンがこんな感じで進めていってます。食器棚がなくなって、冷蔵庫もなくなってますね。階段で下ろしてます。そしてキッチンに今スタッフのが作業をしております。テーブル今ひっくり返ってますけど、階段降りないので、ありがとうございます。インパクトで外していきます。はい。で、仕分けですね。仕分けが、シンパシーの場合はかなり細かく仕分けをしていきます。目的はいろいろあって。まだまだ使えるものは世界中のどこかで使っていただこうっていう目的と、ゴミにしないということ。ゴミにしないということと、あと、この辺の紙とかチラシとかいろいろあるんですけど、こういう細かいチラシとチラシの間とかに現金が挟まってたりとかするので、細かく仕分けをします。はい、そんな感じですかね、仕分けは。国内のリサイクル、海外のリサイクル、貿易ですね、っていう感じです。
こういうコップとか、まあこういうお椀とかですね。はい、はい、これから継続して作業していきます。1時間半ぐらいかな、でこんな感じですね。結構細かく袋、イン袋みたいな感じだね。箱ですね。そっか、この辺は箱か。そうですね。それでも半分くらいは進んだかなという感じです。一つ一つこういうカバンとかもあるので、一つ一つ開けて確認していきます。こんな感じでお金も出てきます。旧札ですね、伊藤博文の千円札が、まあ、何枚かと、これは岩倉朋美500円札ですね、とか板垣大輔100円札などなど出てきますね、はい、でこれをちゃんと仕分けをせずに、ちゃんと見ずにゴミ袋に入れてしまったりとかするとなかったことになってしまうので、古い100円玉とかですね、でという感じで細かく仕分けをする必要があるという感じですね。適当な作業してたら絶対にゴミと間違って捨てちゃうんで気をつけて作業しております。では続きはできます。12時5分過ぎです。午前中の作業に一旦ちょっと区切りまして、一旦休憩に入ります。午前中の進捗ですね。シンパシーの場合はどれくらいで、2時間半ぐらいでどれくらい進むのかというのをお話ししていきましょうか。ちょっとまだ整理中なのでぽちゃっとしてますが、まあこんな感じ。あんまりちょっとまだこの奥の部屋はまだ手伝いです。でリビングのこんな感じかな。これ2時間くらいでこう進みました、ベランダはまだ何もやってないです。そしてなんだろう、衣装部屋というんですかね、はい、まあ、タンス、まだちょっと作業途中なので、はい、じゃあちょっと水分補給などなどして午後の作業に備えたいと思います。